いや、マジで、俺が言ったら全部真逆なるやん、ほんまに。勝つって言ったら負けるし、負けるって言ったら勝つやん。どうなってんの、俺。やばない?てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ジャイアンツ、まあその優勝に向けて佳境に入ってますけども、少しね、先発ローテであったりとか、こっからな、どういう打順組んでったらいいのみたいなところを一緒にね、考えていきたいなというふうに思ってます。はい、ほんとね、冒頭ね、ほんとすいません。僕が言った通りに全くならないですね。ほんと申し訳ないです。いつも見てくださってるね、視聴者の方には、ほんと申し訳ないと思ってるんですけど、僕があんな安易にね、優勝できるわみたいな。ああ、もう余裕やから MVP 選びますわみたいな感じで生きてたら、調子乗ってたらね、やっぱり連敗してしまうというところで、少しね、僕にも責任があるのかなというふうに、ちょっとね、自分も感じておりますと。はい。まあ、気を取り直してね、ジャイアンツ、ここからですね、勝ってってくれるというふうに、願ってますけども、まあ、やはり先発ローテというところでね、やっぱり一番こう勝敗に一番大きなウエイトを占めてますから、そういったところをねまず最初に見ていきたいなというふうに思ってます。はい、本題に入る前にですね、本当何回もしつこくても申し訳ないです。今年中にね、チャンネル登録者数5万人、500人違うからね、500人じゃん、5万人をね、目指しておりますんで、釣られましたね。5万人をマジで目指しますんで、チャンネル登録まだしてない方いらっしゃいましたら、ぜひね、よろしくお願いします。今年中に5万人いったら、ジャイアンツの選手ここ読んで、このチャンネルに読んで、対談とかしたいなっていうふうに思ってるんで、もしまだの方いらっしゃいましたらね、ぜひよろしくお願いします。高評価ボタンも、ね、よろしくお願いします。で、本題入っていきますと、まず先発ローテっていうところなんですか、ですけども、まあ、あくまで僕の主観というかね、僕の、まあ、予想というところではあるんですが、まあ、やはり、ジャイアンツ、まあ、菅野さんであったりとか、まあ、戸郷なんかはね、すごく、勝っててますけども、実際、まあ、6枚目であったりとかね、メンデスがあまり良くなかったりとか、いろいろあったんで、結構意外としんどいんちゃうかなっていうのはね、今ここに来て、非常に感じてますと。ただ、まあ、日程なんかも考えたら、まだローテを再編できるというかね、ローテを組み替えれることができるような、日程になったりとかしてるんで、そういったところでは、ジャイアンツね、まだ有利なんじゃないかなとも思ってるんですね。カープなんかは結構詰まってる感じはね、あるんで、もうそもそもローテを再編できないみたいな状況はあるんでね、そういったところでまだジャイアンツは恵まれてるというか、まだいい方じゃないかなと思ってる、思ってます。はい。で、今これ収録してるのが、これ15日かな ?15 日の、何時や ?3 時ぐらい、15時ぐらい。だから日本の時間で、すいません。ちょっとわかんないな。まあ、15日の夜に出そうかなと思ってる動画です。はい。で、今日からの先発ローテ見ていくと、まあ、今日ね、15日、まあ、菅野さんが登板すると、中日戦にね。で、その次に、まあ、予想ではグリフィン行くんちゃうかっていうふうなことを言われてたんですけども、まあ、そのグリフィンが、まあ、中日と、まあ、相性良くないというか、次の DNA とすごく相性がいいっていうのがあるんで、多分、16日、多分赤星投手行くと思うんですね。うん。で、17日、オフ、があって、17日火曜日オフあって、で、18日の DNA 戦に、ここで初戦にグリフィン持ってくると思うんですね。で、19日で、ここで、戸郷投手、投入というところ。で、20日に、これはちょっとどっちかなっていう感じはあるんですが、20日に井上投手を、中5日かな?中5日で持っていくのか、もしかしたら、堀田、横川っていうところが20行くかなっていう。まあ、それ、どっちかわかんないです。20に井上が行って、21日に堀田か横川行くのか、それ逆なのかちょっとわからないですけども、まあ、おそらくこういう風になっていくんじゃないかなというふうに思ってます。で、それで22日、先ほど、今日ですよね、15日に、登板して、中6日で、菅野さんがまた日曜日に投げるっていう、阪神戦にね、投げるっていうところだと思うんですよね。僕の予想はですね、で、まあ、今2軍で西大投手が非常に調子よくて、まあ、おそらく上がってくるだろうっていうところはあるんですが、まあ、その横側であったりとか堀田っていうところも非常に1軍で、今ね、まあ、リリーフというところで、まあ、結構しっかり投げれてるっていうのがあるんで、この、まあ、しっかり投げれてるんで、まあ、阿部監督が前、開幕前ですかね、すぐに先発させないみたいなことを言ってましたけども、
まあそういったところで言うと、まあしっかりリリーフでね、二人とも投げてるなっていうようなところはあるんで、このね、20日か21日、広島戦、どっちかわからないですけども、二人で、まあ5イニング、6イニング行ってくれたら、まあ非常に嬉しいなっていうところはあると思うんで、うん、まあ僕はそういう、まあ22、井上が行って、21日に、まあ堀田か横川が行く可能性が高いんちゃうかなって思ってますと。はい。で、先ほど言いましたように、メンデスがダメで、まあ、西舘がね、2軍でいいよう、いい感じなんで、まあ、おそらく上がってくるのは間違いないっていうところ。で、予想では21日に、20日かな ?20 日か21日に、堀田が先発するんちゃうかっていうようなところもありましたけども、まあ、僕の予想では、横川か堀田が来るんちゃうかな。まあ、オアというかね、2人で、6イニングみたいなところになっていくんじゃないかなと思います。で、まあ、2位、3位のところを見ていくと、やはり驚異的というかね、やっぱりこう警戒しなければいけないチームっていうのは、まあ、広島と、まあ、阪神ですよね。で、一番阪神が勢いに乗ってると。で、阪神の、9月の成績見たんですけど、まあ、10試合やってて、まあ、8試合勝ってるんですよ。ちょっとえぐいよね。8勝2敗ってとこなんで、相当波に乗ってきてると。で、僕、阪神戦をね、特に見てるわけではないんですけども、まあ、高橋アルト投手が帰ってきたりとか、まあ、森下選手がね、すごく打ったりとか、まあ、よく、まあ、チームがね、もともと打てないって、シーズン序盤で打てないっていうふうに言われてましたけども、めちゃくちゃ打線が上がってきてるっていうのがあるんで、もともとあのいいピッチャー陣にあの打線が加わってくるとちょっとやばいなっていうところはあるんで、まあ、ジャイアンツからしたらとりあえず5部でいかないといけない。5部、もうほんまに絶対5部は死守しないといけない。5割は絶対死守しないといけないと思うし、で、まあ、菅野さんもね、インタビューで言ってましたけども、まあ、おそらくここ数試合、あと数試合ぐらいでね、まあ、おそらく優勝ができるかできないかっていうのは決まってくると思うんで、ここのね、あと本当に1週間ぐらいはマジで、大事になってくると思うんで、まあ、22日、23日、阪神と甲子園でやるんですけども、おそらくそこが終わった時点で、まあ、おそらく優勝チーム、優勝するであろうチームが決まってくると思うんで、そこまでに本当にね、みんなフルパワーで、頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。で、まあ、打順っていうところね、まあ、いろいろ、まあ、ジャイアンツ試行錯誤してまして、まあ、昨日の14日の、まあ、土曜日、ヤクルト戦、まあ、4対1で負けましたけども、まあ、先発全員インアンダというかね、まあ、全員ヒットは出てるんですよ。で、打順見ていくと、まあ、1番センター丸、2番サード坂本、3番、セカンド吉川、4番ファースト岡本、5番、レフトモンテス、6番、キャッチャー大城、7番、ライト浅野、8番ショート門脇、9番ピッチャー井上という風なところでしたけども、まあすごく難しいところ、まあ状態によったりとか、まあ相手ピッチャーの、相手ピッチャー誰が来るのか、で、相性がどうなのかっていうところもあるんで、まあなかなかベストオーダーはこれとはいうふうには言えないんですが、やはりまあ、動かしていくとすれば、まあ2番と3番と5番あたりはちょっと動かす可能性あるんちゃうかなと思ってて、まあ、坂本、吉川、モンテスあたりは、シャッフルというかね、する可能性はあるかなと思ってて、まあ、1番の丸と4番の岡本っていうのは、まあ、もう固定だと思うんですけど、まあ、その、坂本、吉川、モンテスっていうところは、まあ、シャッフル。まあ、大城もですね、その辺の打順っていうのは、対戦のピッチャーであったりとか、まあ、対戦チームによって、多少変えていくところはあるんちゃうかなと思います。で、僕、この間、まあ、1番、2番坂本、3番吉川が現状いいんちゃうかっていうお話しましたけども、やはり、まあ、広島戦ではね、それがベストだったと思うんですけども、やはり対戦によっては変わると思うので、対戦チームによって変わると思うので、そういったところでもう一回2番に吉川を戻すみたいなことも全然考えられるし、なぜかっていうと、まあその、足がやっぱ使えたりとかね、吉川選手の場合は足が使えたりとかするところがあるんで、非常に機動力というかね、打てなくても、まあ、ランナーを進めたりとかね、盗塁もそうですし、っていうところで、ランナーを進められるという利点があるんで、まあ、坂本さんが2番に入って打ってくれればいいですけども、まあ、全部が全部打てるわけではないので、そういったところで、2番に吉川選手を戻して、2番に吉川選手を戻して、1番丸、2番吉川っていう、まあね、1番ジャイアンツが勢いに乗ってた時のね、打順に、戻すというか、戻して、もう一回チームの勢いを復活させるみたいなことも十分考えられるかなというふうに思うし、まあそこはね、先ほども再々言ってますけども、
まあ、チームであったりとか、相手ピッチャーによって変わるというところですね。で、モンテスが最近、ちょっと当たりが止まってきて、どうなのっていうところありますけども、まあ、なんかまあ、ネットの声で、モンテスをもう一回3番に戻した方がいいんじゃないって、5番に行ってから、なんか調子が落ちたんちゃうかみたいなことを言われてますけども、僕はどっちかというと、打順が変わったから落ちたっていうわけではなくて、そもそも3番にいた時から、ちょっと状態が落ち気味ではあったとの。あったとね、僕は思うんですね。モンテスの場合、ちょっとこう、調子が悪くなってくると、右方向のフライが多くなったりとか、結構淡白な打席が多くなってきたりするんで、まあ積極性というところはね、非常に彼のいいところではあるんですが、やはり調子が悪くなってくると、結構初球にね、打ったりとか、淡白な感じが目立ちますんで、非常に、まあそういった意味で、まあもう一回3番に戻すかって言われたらちょっとわからない、それはわからないですけど、ピッチャーによったりとかしますけども、まあまあやっぱりこう自分の打てるボールを打っていく、最近攻め方でね、インサイドのアウト、インハイにね、投げ込まれたりとか、結構ね、やはりデータが取れてきたりとかしてるんで、相手バッテリーもね、非常にこう、モンテスを警戒してるっていうのがあるんで、非常に厳しい攻めをされてますけども、やはり、ストライクゾーン、自分がね、一番得意とする。まあ、どっちかというと僕はローボールヒッターかなって、モンテスは思うので、非常にそういったところで、まあ、ベルト付近ですよね。ベルトから、ちょっと下とかね、ベルト付近のボールを、どんだけいかに捉えていけるかっていうところだと思うんで、もう一回原点にね、戻って、まあ、普通にシンプルにね、ストライクを打つ。ストライクの中でも自分の得意なところをしっかり振っていくというね、やり方に変えていければ、またね、打撃技術とか、ミートの力はありますから、非常に、もう一回、打撃が戻ってくるんちゃうかなと思ってます。で、その中で、まあ、ネットの声であったりとか、そういったところで、まあ、浅野選手もね、変えた方がいいんじゃないっていう、声もありますと。で、まあ、安倍監督のインタビュー見てたら、やはり未来に投資してますと。やっぱりこう数年後ね、浅野選手が中心となってチームを引っ張っていかないといけないっていう存在ですから、このね、2年目かな、2年目というこの若い時期にこの優勝争いをできてる時にね、彼の中でこういろいろ考えて、まあうまくいかないこともあるかもしれないけども、それをね、まあ、糧にしてというか、経験にして、未来につなげていく。まあそういった経験を、まあ、安倍監督はしてほしいっていうところですので、僕はその采配というか、そのタスクというかね、その、起用法に関しては全く、問題はないと思いますし、逆に、ね、坂本さんが出てきた時とか、岡本和真が出てきた時っていうのは、みんなでカバーしたりとかね、試合ながら、チームも強かったし、で、結局その経験があったから大きく育っていったっていうのがあるので、まあそういったところで、目の前の勝利、もちろん大事ですけども、目の前の勝利も大事にしながら未来への投資も怠らないっていう、この攻めと守りがバランスよくできている采配っていうのは素晴らしいと思いますし、決してね、負けたから、浅野選手が打てなかったから悪いとかそういったわけではなくて、まあそれをね、まあ周りでみんなでカバーしていかないといけないし、浅野選手もね、しっかりね、頑張っていかないといけないというふうに思うので、そういったところで、守りながら勝つ、守りながら攻める、攻めながら守るっていうところのね、両輪ができてる、この安倍采配っていうのは、非常に僕は素晴らしいし、評価したいなというふうに思ってます。はい、そんな感じでですね、まあ今日はね、先発ローテというところと、まあ打順について、ね、見ていきました。まあはっきり言うと、まあ、ここからの、まあ、1週間ですよね。1週間、まあ、阪神と当たるね、まあ、22日、23日、まあ、ここ甲子園でやるんですけど、まあ、ここまでですよね、23日ぐらいまでに、まあ、おそらく、巨人が優勝できるのかできないのかというところは決まってくると思うんで、そういったところで、まあ、阪神も、ね、すごく調子が上がってますし、まあ、どこが止めるんだっていうところはあり、ね、ありますけども、やはりね、まあ、ジャイアンツの場合、とりあえず5分、絶対5分は死守しないといけないし、連敗は阻止しないといけないので、まあ、そういったところで、まあ、菅野さんであったりとか、戸郷投手にかかる重圧であったりとか、まあ、中4日、中5日で回ってくれたりしてますけどもね。そういったところで、まあ、彼らがどれだけ勝てるか、まあ、勝ってほしいと思われてる中でね、しっかり勝つっていうね、まあ一流の証だと思うんですけども、そこをね、しっかり絶対落とさないようにして、残りのね、井上投手、まあグリフィン、とかね、うん、そういった他のピッチャーでも、勝てるところはしっかり勝っていくっていうところが、鍵になってくるんじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は、終わっとこうと思うんですけども、まだ、登録してない方いらっしゃいましたので、ね、ぜひよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、今日はちょっとすいません。風が、きつかったりとか、屋外で撮ってるんで、風がきつかったりとか、もしかしたらちょっと僕が眩しくて、眉間にシワがバーって入ってたかもしれないですけども、これからもね、小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。
これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお天気です。じゃあね、バイバイ。